ナバラは日産自動車の小型商用車であり、1986年1月にオーストラリア市場に登場した9代目、日産、ダットサントラックに付けられた輸出向けの車名で、後に欧州やアジア向けにも使用されている。欧州では8代目ダットサントラックである720型まで、日産720と形式名のままで販売されていたが、9代目に、 モデルチェンジしたのを機に新たに、ノバーラの社名が与えられた。1986年1月オーストラリア市場に、登場。シングルキャブ、キングキャブ、ダブルキャブの3種のボディを展開。エンジンはすべて直列4気筒で、ガソリン2種、ディーゼル1種が用意された。日本市場に遅れること約3ヶ月。1997年4月、オーストラリアでも、D22 型が登場。 仙台に続きシングルキャブ、キングキャブ、ダブルキャブの3種のボディを展開。エンジンは直列4気筒ガソリンが1種と直音ディーゼル2種を用意。2002年1月にヘッドランプ、フロントグリル、フロントバンパーなどが新衣装となる。2015年 D23 型の登場により、オーストラリア市場では販売終了。2018年現在南アフリカ市場では、 NP300 ハードボディの社名で販売が続いている。2005年12月スペイン及びタイから輸入される D40 型が豪州市場に登場。D22 型に比べてボディサイズや価格が1クラス上昇したため D22 型も継続販売される。2021年現在、北米市場などではフロンティアの社名で販売が続いている。 D23 型は2014年6月11日、台湾国にて発表。イスズ・ DMAX、トヨタ・ハイラックス、フォルクスワーゲン・アマロック、マツダ BT ・ BT-50、三菱、トライトンなどが競合車となる。開発には、日産ライトトラックが関わっている。従来、日産自動車では主に D22 型と D40 型の、 ピックアップトラックをグローバルに販売してきたが、国や地域で名称に、ばらつきがあったが、今回は引き続きナバラや、フロンティアなどの名称を使用しながらも、社名の頭に、NP300 が冠される市場もある。ボディタイプは、シングルキャブ、キングキャブ、ダブルキャブの3種類。フロントエンドのスタイルには、日産の最近のデザインモチーフである、V モーションを採用した。ディーゼルエンジンは、 日産製、ヤード25ダティトル農製、YS23 の2種類。YS23 は、シングルターボとツインターボの2種類、ガソリンエンジンはを搭載。トランスミッションは6足、マニュアルトランスミッション及び7足、オートマチックトランスミッションが用意される。生産は、タイのほかメキシコ、スペイン、アルゼンチン、中国で行われ、180カ国以上で、 販売予定としている。一部の国では、先代となる D22 型や D40 型の併売またはこのいずれかが、本車種の導入後も継続販売されている。2016年後半合衆市場に細部を改良したシリーズ2が導入される。NP300 のサブネームが廃止、リアサスペンションリチューン、新中間グレード SL を設定など、 2018年前半合衆史上に細部を改良したシリーズ3が導入される。2度目のリアサスペンションリチューン、トップグレード STX にアラウンドビューモニターが標準装備、エントリーグレード RX にリアカメラ標準装備、デラックスのガソリンエンジングレード廃止など、2020年11月5日にマイナーチェンジが発表された。前方車両や歩行者に対応した。 衝突被害軽減ブレーキ、インテリジェントエマージェンシーブレーキや2台前を走行する車両を検知して前方に潜む危険に対して注意を促す前方衝突警報、インテリジェント FCW が搭載されたほか、アラウンドビューモニターは4つのカメラを用いたインテリジェントアラウンドビューモニターとなり、4輪、駆動モードを設定して低速走行の際に、 周囲の障害物を確認可能なオフロードモニターが新たに搭載された。ボディについてはリアスクールの強化や荷台スペースの拡大により積載可能重量が向上されリアバンパーにステップを新設。様々な速度域での操縦性を高めるためにステアリングラックが新たに採用されフレームとボディの接合部が変更されたことで剛性を高めた。 フロントマスクにはタイタンに次いでの採用となるグリル後方に潜むエンジンを封じ込めるプロテクターのような力強い縁取りを特徴とするインターロックグリルを採用。ヘッドランプには CH 型の LED ヘッドランプが搭載された。またフロンティアで展開されていたスタイルパッケージプロマイナス 4X がシングレードとして設定。CI エンブレムフロントグリルアルミホイール。 プロテクションなどの外観パーツがブラック化され、随所にオレンジのアクセントを配したほか、内装にはプロマイナス 4X ロゴ入りのレーザーシート仕様も用意される。同年12月にタイで販売が開始され、それ以外の市場でも順次販売される予定である。スペイン北部のナバラ地方から、2018年現在日本市場には投入されていない。しかし、 日産自動車が国内で主催及び参加する各種イベントなど様々な機会において本社種を披露することがある。2016年3月には日産グローバル本社ギャラリーにおいて一般向けの展示が行われている。アルゼンチンにおいても2018年に本社種の生産が開始されるが、この際日産自動車はアーキテクチャの一部を共有しながらルノーや メルセデスベンツ向けの新型ピックアップも合わせて生産されるとしていたが2016年に入るとルノーアラスカンの発売や基本構造を共有したメルセデスベンツ X クラスが発表された。